はいどうもこんにちは、こんばんは。マスクを毎日つけてるよって人はご紹介どうもするフィーです。ということで今回はなんですけど、まあ、今回はですね、なんとよくわからないバグが来ていてですね、このね、まあ仮面がついてるスキンの、仮面をね、外すことができるというね、ちょっとわけのわからないバグがね、今起きてるということで、まあ、今回ねそのバグがね、この大群ラッシュでできるということで、ちょっと今回はね、まあ、そのバグをちょっと試していこうかなということで、早速ねやっていきたいと思います。さあ、ということで、早速ね、やっていきたいと思います。待って、これ僕初めてなんだけど、これやんの？これ待って、これ一人でもできんのこれ。あ、これ一人で、あ、まあ、あれこれさ、なんか4人ぐらいでやるモードじゃなかったっけ？あれ？あ、まあいいか、まあいいや、とりあえずちょっとなんか、まあやっていきましょうか。まあとりあえずなんか必要なものが、クロムスプラッシュと、シャドウボム。シャドウボム、いや、シャドウボムはないから、あれだ、シャドウフロッパーみたいなやつ。シャドウボムの効果がつく、あれですね、フロッパーを、まあ、入手すれば、なんかできるらしいので、まずちょっとね、それを探していきたい。いや、でも僕、マジでこれ初めてやるわ。いや、とりあえずちょっと2分間ぐらいの猶予はあるんで、この間にちょっとね、探していきましょう。結構いろんなアイテム持ってるんだね、これね。グーガンとかもあるじゃん。結構なんか、もっとアイテム限られてんのかなと思ってたけど、割とあるわ。宝箱から出るもんなの？出なくない？出ないよな。待って。シャドウフロッパーでどうやって入手するのこれ。ないな。あれ？ちょっと待って、シャドウフロッパーってどうやって入手するのよ。待って、やっぱあと1分3秒ぐらいでちょっと見つけないと。普通に落ちてんのかな？なんか、宝箱から出るような気はしないんだけど、どうだ？あ、でも宝箱から出ないような気するな。ちょっと待って、探さないと探さないと。まずいまずい、始まっちゃう。結構なんか床に落ちてる感じ？ゲットできるんかな？なんか途中まで進めなきゃいけないっぽいから、まあ、ちょっととりあえずやってみるか。僕も、これやんの初めてだからね、今。初めてやるから、ちょっとどんなモードかもよくわかってないんだけど。あー、来い、ゾンビ。さあ、来るんだ。こっちら辺から。あ、ここにいるね。あ、ここにいるじゃん。はい、はい、はい。はい、はい、はい。はい、はい、はい、はい。はい。これ壊せばワンチャン出てくんじゃねこれ。そんなことない？お、やばい。何この赤いの。うわうわうわ、懐かしい武器が。あ、まずいまずいまずい。ちょっと待って、ちょっとまずい。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 こいつ強い。こいつ強い。ちょ、違うよ、違うよ、違うよ。オッケーオッケー。これ壊せばさ、なんか、出てきそうじゃないフロッパー。まあ、とりあえずちょっと待って、これ2分間ぐらい生き残ればいいんでしょだって。あ、まずいまずい。ちょっと待って、これ結構、割とまずいわ。待って、これなんか、倒せば出てきそうな予感はするわ。出てこーい。どうだ？これをちょっと開けてみよう。オープン。長いね、これ開けんの。はい。あれ出てこないな、あれ？でもなんか戦っていくうちに出てきそうな感じはね、全然するわ。ちょっと、だから、まあ、とりあえずもう戦うしかないわ、これ。はい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 。やばい。この投げてくるやつ厄介だな。はい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 。まあでも一旦とりあえず、まあまあまあ、いい感じっすよ。全然まだ余裕っすね、一人だけど。なんかシャドウ系の武器とかさ、出てきてるから、シャドウ系っていうかキューブ系か。キューブ系の武器がさ、こいつら倒せばなんか出てくるからさ、どうだ？あー、くっつきまくな。あー、マジでなんか倒せば出てきそう、本当に。待っててかさ、あれ？これは何？これ何？これ取ったら何？よくわからんか。とりあえずちょっと、もうとにかくこれはぶち壊すしかない。これ強いな。はいはいはい。これグーガンクソ強くない？グーガン最強説ある、危ないよ。で、これあげたらワンチャン出るような気するんだよな。来い。あー、来ないか。まあ、一旦なんか、ウェーブ1は終わりそう。これまあ多分、ウェーブ1だからまだこんな楽なんだろうね。だんだん難しくなってきそうな予感はする。あ、出た。あ、これだ。ちょ、待って、ちょ、待って、一旦あと7秒ぐらい生き残れば、まあ、なんとかなるから。いや、一旦いいよ。はい、はい、はい。はい、はい、はい。オッケー。これで多分一回死んでくれるんじゃない？あ、オッケー。ラウンド1クリアで、じゃあちょっとやってみましょうか。まずね、これを食います。で、食った状態で、あれ？あれ？使うの？あれ？あ、え？待って、できない。え、ちょ、なんかできなくなってる。え？ちょ、待って。待って、なんかできないんだけど。ちょ、待って。あ、待って、やばい。やり方間違えたかもしれない。あれ？これ、やばい。やり方間違えた気がする、これ。あ、やばい。これ、やり方間違えたわ。これね、これ食べる前に、クロム状態になんなきゃいけなかったのに、僕はちょっと間違えた。僕、間違えたわ。うわ、最悪。待って、もう圧倒的にちょっと弾不足が今発生してる。さあ、来るぞ。狭っ。ちょ、待って、狭すぎない？あ、ストームを追えだって。あ、ゾンビ来た。ちょっともうこれ倒すしかないな。倒せば出てくることに気づいたから。一旦倒そう。うわ、待って、でも弾が足りない、これ。うわ、なんか新しいの出てきた、臭いやつ。さっきまでいなかったんだけどな、お前。ちょ、待って、一旦グーガン。はい、一旦グーガンで、はい、倒して、はいはいはい、痛い。グーガンで倒しつつ弾を集める。はい。ちょ、まずいよ。やめて。痛い。割とまずい。はい。ちょっと待って。一旦リロードさせてもろて。これ割ときついな。ちょっと待って。武器戦ミスってる。待って、弾は欲しいんだよ。
あ、待って、ちょっと待って、ちょ、あ、やばい、え、これも弾ないやんけ、ちょっと待ってや。絶対それならグーガン取るわ。あ、やばい、まずい、危ねえ。移動くっそ大変やんけ。え、これやばい、積んでこないこれ。え、これ積んでるこないね。待って、ちょ待って、ちょ、それずるくないね。ちょ、それ、これだって、これ積んでるでしょ。え、こんなんどうすればいいの。おい、ちょっと、このアンチ積んでるって。あ、よしよし、危ない。え、どこにあるの。あ、ここね。とりあえず壊そう。いやでもこれあれだな、壊すよりあれだな、ゾンビ倒した方がさ。おお、何お前、え、なんかいる、え、なんかいるんだけど。ちょっと待って、こいつやばくない。ちょっと待って、まずい。待って、仮面を外したいのにさ、アイテムがないからちょっとできないんだけど。うわー、しかも魚が出ない。いや、割と低確率臭いな。はい、どうだ、まだいる、なんかまだいるんだけど。うわ、落ちねえなマジで全然。おお、待ってやばい、待って、こいつガチやばい。待ってやばい、どこだ。割とワンパンにしろ。危ない、待って、いやー、持ってないか、お前も。いや、出ないなー。ちょっと一回やり直すか。もう多分敵強くなってきちゃってるからね。あ、出た、久しぶりに出たー。ちょっと待って、やっと出た。ちょ、一旦このウェーブクリアしよう。あ、やっと出た。もうどれだけやったか。マジ3、4試合ぐらいやって、一匹出たわ。よし、モチベーションが上がったぜ。さあ、ということで、早速ね、やっとだよ。やっと本題だよ。ということで、やっていきましょうか。まずね、これ、クロム状態になります。で、この魚を食べます。で、ダッシュ状態にします。で、これで、解除します。そうすると、多分外れてんだよね、これで。外れてるこれ。え、どうなんだろう、これ外れてんのかな、ちゃんと。ね、これちょっとリプレイで見ると、なんか顔が外れてるらしいんだけど、ちょっと見てみようか。あ、これもうそろそろかな、もうそろそろ多分アンチ移動が終わって、さっきのやるシーンに行くんでね、ちょっと見てみよう。まず、はい、クロムになります。で、はい、シャドウフロッパー食います。で、クロム化します。で、はい、これで、あ、どうだ?あ、なんか目だけある。え、これバグった証拠じゃないこれ。え、全然あるやん。ほら、え、全然あるんだけど。おい。まだわかんない。まだでも黒無化してるから。え、全然変わってないんだけど。え、マジで全然変わってないよ。ということで、これね、一応、まあ、このグリッチキングさんがね、まあ、紹介してた、まあ、やり方なんですけど、ほら、これね、はい、一応のやり方したはず。はい、シャドウフロッパー、食います。で、はい、これで、クダッシュします。で、はい、解除します。で、こうすると、外れてるの。ほら。あれで、僕の時でこんなの一人いなかったもんな。あ、外れてるわ。え、これスキンがダメだったのかな。まあでもね、ほらこんな感じでね、まあブラックナイトとか、あとクッキーマンだとね、外せることがまあ確認できているのでね、皆さん、もしよければやってみてください。もう見てごらん。もう、なんだこれ。コナンの犯人やん。